女優、天海祐希の主演映画、老後の資金がありません。9月18日公開の特報映像が14日、解禁され、総勢19人の追加キャストも合わせて発表された。2015年の刊行から26万部を売り上げた、柿谷美宇氏のベストセラーを映画化した同作。特報映像では、老後資金が2000万円必要と言われている悲本で、頭を悩ます一人の主婦、厚子にスポットを当てた。老後のためにしっかりと蓄えていたはずだったのに、娘の結婚、夫の失業、さらに浪費家の姑との同居などが重なり、みるみるうちに貯金は減少。そんな中、姑の高額なカフェ代に、ストレス爆発した厚子が、お安くないんじゃ、とぶち切れる。奮闘しながらも様々なピンチに立ち向かう姿が描かれている。追加キャストとして、厚子、天海たちと同居する、浪費家の姑、後藤義乃を、草笛講師、定年間近で会社が倒産し、失業に陥る、厚子の夫、後藤明を、松重豊。突然結婚相手を連れ、派手婚を報告する厚子の娘、後藤真由美を、新川優愛、家庭内のムードメーカーで、大学生の厚子の息子、後藤隼人を、瀬戸俊樹。真由美の結婚相手で、ヘビーメタルバンドマン、松平拓馬を、か、藤涼がそれぞれ務める。また、厚子の長年の友人、神田沙月を、柴田理恵、静子の夫、桜井秀則を、石井正則、翔の妹、桜井静子を、若村真由美、葬儀社のベテラン社員、本間を友近。ヨガ教室の講師、城ヶ崎君彦を、クリス松村、シングルマザーのキャバ嬢レーナを、高橋メアリー淳。厚子の父、太平を、龍来太、厚子の母、奈美子を、藤田由美子、翔の元同期、天馬を、相川翔、さつきの父、大泉健三を、毒蝮三田優が、演じる。その他、拓馬の父、松平金蔵を、佐々木健介、拓馬の母、松平美和を、北斗賞と劇中でも、夫婦として共演。経済ジャーナリスト、荻原博子氏が、本人役として、銀幕デビューを飾り、数々のコメディ作品を手掛けた、三谷幸喜が、区役所委員、森口役で出演する。草笛講師。前田監督と最初にお会いした時に、草笛さんは、役作りせずそのままでと言われました。女優にとってこれほど難しい注文はありません。続けて、そのままで十分おかしいですからと、劇中では、とんでもない姿をお見せするのですが、もうどうにでもなれ、と飛び越えてしまった感じ。私の姿を見て、皆さんはどう思われるでしょうか。私も早く見たいような、怖いような。主演の天海さんは、実に気持ちのいい、爽やかな人。現場をピリリとまとめつつ、細かい気遣いもされる、隣にいる、私はその姿にポカンとしていました。三谷さんとのシーンは何日も前からどうやって笑わないようにするか悩みました。だって笑わせてやろうと意気込んでくるのがわかりますから。いろいろな意味でこんな作品は初めて。私にとっては恐ろしい映画です。